八橋巻エラデンスズリ箱、尾形型降臨作、江戸時代、18世紀、国宝、東京国立博物館造漆器の乾燥作業中の、様子漆器は、木や紙などに漆を塗り重ねて作る、工芸品である。競技には、漆を塗った食器の意味であるが、講技では、漆が塗られた漆工品全般が含まれる。歴史的に、アジアを中心とした国で、食器、箱、タンス、台、 棚、車体などの様々な用途で作られ、日用品から高度に装飾された、美術工芸品まで多様な工芸品が作られた。漆を表面に塗ることで、器物は格段に長持ちする。漆から取れる加工した樹液を漆といい、これを加工された掃除に、下地工程、塗り工程と、細かく上げると30から40になる手順を経て、湿気に仕上げていく。 この工程は、執行と言われそれぞれに、名前があり、生産地別で考え出された執行も合わせるとたきに、渡る。利用される素地には、よく乾燥された木材、竹、紙、金属などがあり、現代では、合成樹脂も使われている。さらに、漆にセルロースナノファイバーを混ぜて、光沢や強度を高める技術が開発されるなど、時代とともに変化している。湿気の板屏風に、 薪絵の技法で描かれた菊。薪絵は日本で発展した代表的な執行である。ことぶきあざ気象文薪絵院老、江戸時代、18世紀後半、メトロポリタン美術肝臓漆器は日本を含む東、アジア、東南アジア、南アジア地域に広く見られる。日本では、北海道垣の島遺跡から約9000年前の副葬品が出土しており、この発見により、日本が、 縄文時代早期前半から、漆工芸技術を持っていたことが判明した。平安時代以降、漆器の装飾技法の魔系の様々な技法が開発され、その後の日本の漆器の製法とデザインを決定づけ、高級品では、螺鈿、造眼、沈金、平分などの装飾技法と併用されている。安土桃山時代には、南蛮貿易で多くの日本の漆器が輸出され、 欧州の権力者や宗教家たちを魅了した。そして江戸時代にかけて、技法と美術的価値が大きく発展し、リンパの屏風のデザインが漆器に応用されたり、漆で極めて高度に装飾された、インド王、刀剣の差や甲冑などが制作され、武家や町人の間で流行した。また、執行の電波により、日本各地に次々と名産地が生まれた。 幕末から明治にかけては技法と美術的価値がますます発展した。特に明治新政府が食産工業の一環として高度な工芸品を輸出産業の柱にして執行家たちに国際博覧会に出品するよう奨励すると国の威信をかけて制作された漆器の品質は最高度に達し大量の漆器が外国に輸出された。その後、 日本の工業化と日本人のライフスタイルの西洋化もあって、幕末から明治にかけての最高度の湿気はほぼ全量が海外に流出し、技術もほぼ失われたが、1980年代以降、村田治女が海外から買い戻して、清水三年坂美術館を開設したり、雲流庵が当時の陰謀や蚊よけを再現したりするなど、様々な試みが続けられている。 またライフスタイルの西洋化により、漆器の需要も大きく減退したが、現在も各地の名産地で漆器の製作が続けられている。中国では自然機の漆が特に河北省、湖北省、四川省、雲南省などに生えている。古代の遺品として、石膏省のカボド遺跡で発見された約7400年前の木製の弓が最古のものとされる。 日本と同様に多くの美術的価値の高い出芸品が残っている。現在でも日常品として多く生産され、使用されている。朝鮮半島では、紀元前代の漆が塗られた自敗や案などが出土している。また、高麗時代、李氏朝鮮時代と優れた芸術品が知られている。水鳥や柳の射景的な表現、独特な菊から草文様の現存出芸品があり。 李氏朝鮮時代の品には螺鈿も使用され民芸的作風を持っている。ベトナムでは漆塗り技術は尊害として知られている。ハノイに1920年に設立されたベトナム美術大学から著名な出芸家が輩出され、彼らは既存の職人を巻き込んで出芸品に革新をもたらした。その後衰退が見られたが、1980年代に 政府が湿気の文化的、経済的需要を見込み、湿気を含む工芸品に投資する会社を奨励した。結果、今日ではベトナム産の湿気を見かけることになった。ミャンマーではビルマウル市から取れる樹液が原料である。絞り出された樹液は淡い黄色をしているが空気に触れると黒に変化する。漆塗りされ磨かれると耐水や耐熱に優れる漆面となる。 16世紀に、バインナウンが、マニプルやチェンマイ、中国の雲南省などを征服した際、連れ帰った大勢の職人が制作したのが、始まりとされる。バガンが主要生産地であり、何世紀にもわたって、伝統的な執行が、現在もなされているが、旅行者の減少、樹脂含む、材料費の高騰が原因で2009年までに200を超える。 制作所のうち3分の2以上が閉鎖されてしまっている。ジャパニングされた扉、1750年代、ジョバンニ・バッティスタ・ディエポロ作、シカゴ美術館漆の生息域は、東アジアから南アジアに限られており、漆器は当地域の特産品と言える。東洋で制作された漆器は16世紀末から西欧に輸入され、ヨーロッパの人々は最初は単に模倣品を作って、 楽しんだが、東洋から来る美しさと耐久性を兼ね備えた漆器を自分たちで生産しようと、漆の代わりにワニス、シェラックなどを使った新しい技法を編み出した。それらの溶剤及び模倣作品は、ジャパン、技法がジャパニングと呼ばれた。その技法は、シノワズリの流行と共に主に、フランス、イギリス、ドイツへと広まっていった。 18世紀に入ると開発が進み、さらなる耐久性と当時東洋の漆が持っていなかった白色の表面を手に入れた。これは欧州で生まれた独自技術である。20世紀には建築家のアイリーン・グレイやジャン・デューナンといった質原家が活動した。中国の陶磁器だけでなく、磁期全般をチャイナと表記することがあるように、日本では日本の漆器に限らず、 漆器全般をジャパンと表記することがある。しかし、上記の欧州の漆器でも述べたように、日本の漆器の模倣品、ジャパニングの意味もあるため、日本製をジャパンと表記するのは誤りであると指摘されている。英米の英語辞典には、ジャパン欄に、漆、漆器の意味は載っていない。カボド文化時期の赤い漆の塗られたワン。上皇加工にある、 ここ教遺跡で発掘されたカボド文化機の木弓は放射性炭素年代測定で約七千五百から七千四百年前と示されたことから漆器は中国が発祥地で技術は漆器と共に大陸から日本へ伝わったと考えられていたところが北海道函館市南かやべ地区から出土した漆の装飾品六点が米国での放射性炭素年代測定により 中国の湿気を大幅に遡る約9000年前の縄文時代早期前半の装飾品であると確認された。縄文時代の集落と生活様式の変遷が確認できる柿の姉妹跡からは石室を染み込ませた糸で加工された装飾品の他に黒漆の上に赤漆を塗った漆塗りの中高土器なども発見されている。さらに福井県で出土した漆の枝は 放射性炭素年代測定法による分析の結果、世界最古の約12,600年前のものであると確認された。さらなる調査で、技術的に高度な漆工芸品である赤色漆の串も出土、この他に木製品、丸木線、縄、編み物、その加工に用いられた工具なども相次いで出土しており、漆工芸品も含めた、 木材加工の関連品が発見されている。こういった、遺構遺品から、日本では、縄文時代創期末以降には、漆が生育していたとされる。蒸気の柿の姉妹跡から出土した漆器は2002年12月28日の、深夜、8万点に及ぶ出土文化財や写真、図面とともに火災にあった。幸い形の認識と繊維状の痕跡が、はっきりと視認できる部分は、 消失を免れ、2004年の4月には12ページの調査報告、柿の島 B 遺跡出動漆製品の分析と保存処理が出された。ありがとうございます。